ポピュラーソングを呼び、それを主題歌にした1952年公開のミュージカル映画。アーサー・フリード作詞、ナシオ・ハーブ、ブラウン作曲によるポピュラーソング。1929年公開の MGM 作品、ハリウッドレビューでも陥られ、ウクレレ・アイクこと、クリフ・エドワーズが歌って以来、スタンダードナンバーとなった。また、ザッツ・エンターテインメントの冒頭でこの曲が、 紹介されるなど、作詞者フリードが後に MGM ミュージカルの名プロデューサーとして名を馳せたこともあり、同社のミュージカル作品を象徴する曲としても知られる。メディアを再生する予告編、トップハット、バンドワゴン、パリのアメリカ人などと並ぶミュージカル映画の傑作として知られる。サイレント映画からトーキー映画に映る時代を描いたコメディあふれるバックステージミュージカル。 ハリウッドを代表する名作の一つであり、今、なお、色あせることなく、輝きを放っている。特にジーン・ケリーが、土砂降りの雨の中で、主題歌を歌いながら、タップダンスを踊る場面は、映画史に残る、名シーンとされる。もともとは、アーサー・フリードとナシオ・ハーブ、ブラウンのコンビの過去のヒット曲を集めたミュージカルとして、企画された。よって、 楽曲のほとんどはこの映画のために書かれたものではなく、特に、タイトルナンバーはこの映画の前にも後にも、たびたび MGM の映画で使われ、ジュディ・ガーランドなど多くのスターたちが歌っている。ドナルド・オコナーの歌う、メイク・エム・ラフは新曲だが、コール・ポーターの、B、アクラウンのパロディ曲である。アメリカ映画協会が発表したミュージカル映画ベストの、第1位、アメリカ映画主題歌ベスト100の、 第3位、アメリカ映画ベスト100の第10位、情熱的な映画ベスト100の第16位に選出された。サイレント映画前世の時代、俳優ドンと大女優、リナ・ラモントは、ドル箱の映画スターであり、大スター同士のカップルともてはやされていた。しかし実際は、リナが、一方的にドンに惚れているだけであった。そんな中、ドンは、 駆け出しの女優キャシーと恋仲になってしまう。やがて長編映画として、世界初のトーキー、ジャズシンガーが大成功を収めたことにより、ハリウッドにトーキーの波が押し寄せる。そこで彼らの映画会社では、当時作りかけだったドニャンとリナのサイレント映画を、無理やりトーキーにすることに決定。しかしながら、トーキーのノウハウを知らなかったことに加え、一番の、 問題はリナが致命的な悪性の持ち主であったために映画の試写会は散々な結果に終わる。そんな映画を公開したら俳優人生が崩壊してしまうと危機を感じたドンとその親友、コズモ、キャシーの3人は映画をミュージカルに作り変えることを思い立つ。あとはリナの声をどうするのかが問題だったがコズモのアイデアでキャシーがセリフも歌も すべて吹き替えることになる。こうして、撮り直しは、順調に進むが、吹き替えを知ったリナは、怒りと嫉妬から契約を盾に、キャッシーを、自分の吹き替え専門担当にして表に出られないように、してしまう。映画の完成披露試写会が開かれ、ドンとリナの歌声は、観客から喝采を受ける。すると、調子に乗ったリナが、自らの声でスピーチをしてしまう。 声が違うことを怪しんだ観客から、リナが生で歌うように迫られると、ドンと映画会社社長はリナを穴にはめることを思いつく。まず、リナの背後で、カーテンに隠れてキャシーが代わりに歌い、リナには歌っているふりをさせる。そして、キャシーの歌声で、雨に歌えばが披露されると、ドンたちはカーテンを開き、キャシーが吹き替えていることを観客に見せてしまう。 こうしてキャシーは、スターの座を手に入れ、ドンとキャシーは結ばれる。キャシー役のデビー・レーノルズの歌のうち、ウジューと、ユー・アー・マイ・ラッキー・スターの2曲は、ベティ・ノイスが吹き替えている。また、キャシーが、リナのセリフ、ナッシング・キャン・キープ・アス・アパート、アワー・ラブ・イル・ラスト、ティル・ザ・スター・ズ・ターン・コールドを吹き替えるシーンでは、リナ役のジーン・ヘイゲン本人の普段の声が吹き替え後の、 声として使われている。明治大学政治経済学部教授で文学者のマーク・ピーターセンは、辞書、俗日本人の英語の中で、ユうワーメント・フォーメという劇中歌の歌詞ユうワーメント・フォーメについて、概して、君は僕のために生まれてきたんだ。あなたは、私と出会うために現れたという直訳は、日本の男性が真面目な顔をして、言えるようなセリフではなさそうだ。 実際、いきなり、君は僕のために生まれてきたんだと言われたら、好きでなくなるかもしれないと前置きした上で、ワーメント4の主語は、運命、もっと厳密に言えば創造主神である。神や運命を信じない人でも平気でその表現を、使うということも面白いと解説している。同時に日本語字幕の、二人は結ばれていた、小指を赤い糸で、 は、映画のセリフを日本語で予約する際の限度に近いとしている。1983年に、ロンドンのウエストエンドにて、トミースティール主演により、舞台化されて、以降、世界各国にて上演されている。雨に歌えばに関するカテゴリー。ありがとうございます。